両国橋は、隅田川に架かる橋で、国道14号を通す。西岸の東京都中央区東日本橋2丁目と、東岸の隅田区両国1丁目を結ぶ。橋のすぐ近くには、神田川と隅田川の合流点がある。現在は、武蔵国内にあるが、1686年に国境が変更されるまでは、下宇佐国との国境にあったことから、両国橋と呼ばれる。完成当時は、 こととい橋、天馬橋と共に三大ゲルバー橋と呼ばれ、技術的にも当時の最先端であった。ガードレール部分には軍配や花火が描かれ、柱部には両国国技館の屋根を片切った飾りを配するなど、デザイン的にも凝った作りになっている。両国橋の創下年は2節あり、1659年と1661年である、 千条橋に続いて隅田川に二番目に加強された橋、長さ九十四間、幅島、名称は当初、大橋と名付けられていた。しかしながら、西側が武蔵国、東側が下宇佐国と二つの国にまたがっていたことから俗に、両国橋と呼ばれ、1693年に新大橋が加強されると正式名称となった。位置は、現在よりも下流側であったらしい。 江戸幕府は防備の面から隅田川への佳境は、戦住大橋以外認めてこなかった。しかし1657年の明暦の退化の際に、橋がなく、逃げ場を失った多くの江戸市民が、火星に飲まれ、10万人に及んだと伝えられるほどの死傷者を出してしまう。事態を重く見た、老中、堺忠勝らの提言により、防火、防災目的のために佳境を決断することになる。後は、 市街地が拡大された本所、深川方面の発展に、幹線道路として大きく寄与するとともに、秘書地としての役割も担った、両国広工事の項も参照のこと、両国橋は流出や、承知、破損により何度も掛け替えがなされ、目標としては1875年12月の掛け替えが最後となる、西洋風の96県の橋であったが、 この目標は1897年8月10日の花火大会の最中に群衆の重みに耐えきれず10メートルにわたって欄干が崩落してしまう。日本橋消防署の資料によれば橋に降りかかる火の粉を避けようとした群衆に一斉に押された圧力で折れたとされる。死傷者は数十名にも及び明治の世に入ってからの事故ということでこれにより改めて撤去へとかけ会が行われることが 決定する。結果、現在の位置より20メートルほど下流に鉄橋として生まれ変わる。1901年8月に寄港し、1904年11月14日に開通式を行った極限トラス3連桁橋であり、長さ164.5メートル、幅24.5メートル、公費約30万円と記録に残る。設計は原竜太。この橋は関東大震災では、 大きな損傷もなく生き残ったが、他の隅田川橋梁群の復旧工事に合わせて、震災後に現在の橋に架け替えられた。なお、この架け替え時に取り外された両国橋の共鳴板が東京都復興記念館に保存されている。2008年3月28日、ことと岩市と共に東京都の東京都選定歴史的建造物に選定された。最後の架け替えの際、 損傷のほとんどなかった三連トラスのうち一連が再利用され、幅、高さ等を詰めた上で亀島側の再下流、隅田川との合流地点付近にある南高橋となった。この南高橋は都内に現存する鉄橋のうち、川をまたいで実際に利用されている自動車橋としては、最も古いが最古であるが、人道橋であり、現在は立橋。 かつては、都営バス総28系統が経営していたが2000年に、神田駅両国駅期間を短縮の上、両28系統となり、現在定期路線の運行はない。ありがとうございます。